はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2023年1月9日、えー、月曜日になりましたね。はい、今夕方になりましたね。今日は暖かかったですね。はい。はもう少しで日が落ちますが。今日はね、昨日じゃがいもやったじゃないですか。今日はね、正直午前中ね、 10時ぐらいまでで動けなかったですね <laughs> もうね、ちょっともう足がやっぱりうまく、なんかこう、いっちら、おっちらって形でね、今ようやく、まあ、今日はあんまりね、ちょっと、果仕事あんまりやなかったんですけど、ようやくこうやって動くようになったんですけどね、疲労が取れないんですよね、やっぱ年取ってくるとね、なんですかね、よく分かりませんがはい。ということで、今日は暖かくていい天気で過ごしやすかったですかね。は ははい、はいということで今日はね、主に午後からなんですけど、何やってたかと言いますとね、この我が農園のね、このリゾートスペース、えー、リゾートスパ、スパじゃないのか、<laughs> 自分で言ってて何がよく分かりませんが、このね、ソファーセットを置いた、このなかなか見事なね、えー、いわゆるどこぞの高級リゾート施設が、我がね百姓農園内にも設置されてるわけでございまして。<laughs> 今日はここでねねちょっと、ね はあ、このあの今日はもうずっと頭を使ってねあの今度来たるね1月29日のそのね家庭サインあのオーガニック自然栽培の家庭菜園講座のねあの,おいあの追い込みにかかっておりまして今、えー、資料整理したりね、えー、当日話すことをまとめたりしてねずっとこういう感じでね、えー、ずっとやっておりました。あ まだね、空きがありますのでね、で配信でもあのー、ありますので、で当日お越しになる方もまだね、あのー、余裕がありますのでね、あのぜ、ー、ひ、あのー、来ていただければというふうに思います。こんな感じでね、今日はずっとね、頭を使って考えたんですよね、<laughs> はい、であのー こういういね何て言ったらいいんですかね、講座とかね、僕もそうですね、いくつか受けたことあるんですけど、でまあ、今回ね、こうやって家庭菜園講座をやるにあたってね、いくつかちょっとこう、あのー、スタッフさんとかにもね、この事務局の方にも調べてもらったりとかして、いくつかね、僕もなんかほら、あのー、 宣伝だととかかなんとかねフェイスブックでもそうなのかもしれませんけど例えば YouTube やってたりするとなんか出てくるじゃないですか,なんか右の上の方になんかそういう、えー、広告宣伝みたいな形でねその中でもやっぱりそういう,こう講座とかあるみたいですよね。でやっぱりねで実際にその説明会とか受けた人の話だとか聞いてあもうこれはねこう言ってはあれですけどおそらくもう100%詐欺だなって呼ばれる思われるようなものも。 実僕もあそれは詐欺だねっていうのがねでそれを受けた人の話だともうまさにねそんな感じでで例えばこういう最近であればこう里山のようなそういう講座だとかねあのものもあるみたいですよねただやっぱり内容のプログラムを見るとあの正直お金を払うほどの価値はないのかなっていうふうにねで結局ねまああのいつも言うことなんですけど 例えばまあこういう脳的なものだとかそういう里山講座とかじゃあ誰が話すのと誰が講師でどういう内容を話すのって言った時に実際にじゃあその田舎に住んでね例えば僕らのような農業者、ね、が来て話すのかっていったらそうではないわけですよね。うんだからそういう意味ではそのうーん主催者でもそうなんですけど。 結局実際にじゃあ田舎に行って何かをそうやってる人が来てくれてその人が実際の体験として話すんだったらまだしもそうじゃない人がね何かこう話すとかっていうのはなんかねやっぱり違うだろうというふうに思うわけですねで僕自身がね。 あのー、そういう講座ということで言うと、2000、今からね、ちょうど20年前ですね、あそうだ、20年前で、ね、ぴったりね、あのパーマカルチャーという講座を僕は受けたことがあります。ねパーマカルチャー、もしあれしたら調べてもらえばいいと思うんですけど、まあ、いわゆるそういう里山だとかなんとかも含めた、あるいは農業も含めた、まあ地球をねあのデザインしていきましょうとねいうような、まあ、だから自給自足とか、ねそういうものがテーマになる、ね、あのー 山2つ分ぐらいを、えー、自分たちでね、えー、デザインしてどこに家を建ててねそれで菜園をどういうふうにして展開したりあるいは例えば家畜を飼ったりとかそういうまあね いわゆるなんて言ったらいいんでしょう、そういうまあ桃源郷というかね、自給自足のやり方のようなね、そういう学問が、オーストラリア行くとね、本場ですけども、向こうに大学のそういうパーマカルチャー講座というかね、学部があるぐらいで、結構パー、オーストラリア、ニュージーランドあたりがメインではあるわけですけども、えー、20年前にその講座を実際に僕は受けました、デザインコースというのね、で年間15万でした。はい、でねまああのー 僕は受けたので、自分でお金を払って受けましたので、その話をだから実際にね、させていただきますけれども、結論から言えば、えー、その価値はないものでした。はい。当時、まあ僕は、あのー、すでにね、有機農業の、その、いわゆる、えーなえー、2年間の、その、えー、自分で、えー 研修を終えて、独立してすぐの段階でその講座を受けたんですね。はい、なので、まあその時点で僕はまあ確かにプロではありませんけども、プロの農家ではありませんけども、そういったある程度のね経験があったっていう時点で受けたわけですけど、まあ内容はね本当にひどいものでございましたね。ねというのはね、ね要は例えば今言ったようにね山2つをねこうなんかデザインしてどうのこうのって、なかなかさ確かにね、その、 その本があるわけけですけどパーマーカルチャーねよろしかったら皆さん読んでもらったらいいと思うんですけどそこでこうねオー,ストラリア人オーストラリア人がね実際に書いたそのビル・モリソンという人が書いた本は素晴らしいわけですねででも日本でね。 今言ったように山二つを開墾してそこで自給自足的生活をしている、えー、グループや団体、えー、まあいろいろあるとあるかもしれませんねあるいは宗教団体のようなものがあるかもしれませんが実際にそれをねやってる人っていうのはあれから20年経っても日本にはいますかいませんねいないんですよねなので例えば、えー、自給自足とか言ってね山田舎に行って えー、自分でごあの野菜作ってっていう人はおられるとは思いますけどもじゃあエネルギーのことも含めてね全部自給でそういったことをで,できてる人がいるのかって言ったらまあほぼいないんですね。で実際にだから ね、あのそれに一番近いことをやっているのが、おそらくオーガニック農家、我々のような存在なんだろうというふうに思うわけですね、ある程度、オーガニックで専業で食べているプロの農家、もちろん私たちはね、あのそ,のそういう,こう自給自足的生活を目指してやっているわけではないんですけれども、一番近い技術を持っているのがおそらく我々なんだろうというふうに思いますね、そのとこ,そのところから見ると、あの本当にその、なんて言ったらいいんですかね、 あの都市から来た人がそ,のそれに、えー、実際にその講座を、ね、やっているわけですよね。 ですからあの私自身のこの経験ですけども一番最初に4月から始まるわけですけどね4月にやってきてそのパーマカルチャー的なあー畑のやり方とか農法とかっていうものをね、えー、さずや教えてくれるだろうというふうに、ね、思ってね年間15万払ってるわけですからこっちは。<laughs> 息を言おうと私もね えー、たくさんの自分でね栽培している、あのー、栽培用のね1年分の種をある程度持参してねどれぐらいのプロのレベルの人が来るんだろうなと思って、ねえー、は畑の方ね、えー、例えば実習コースってあるんですけれどもね、えー、来てみたら、ねえー、20代のベレー帽をかぶった男の子でした。ね で開口一番ね、うんと思ったので、ね、すいませんと、あなた、先生ですよねって、あなたは栽培経験、キャベツとか作ったことあるんですかって聞いたら、すいません、私は、えー、実践はありませんということなんですよね。はい うーんだから私はどその時どうしたかというと、分かったと、ねえー、その講師の方をはねのけて、私が教えてました <laughs>、ね、だからそんなもんなんですよね、はい、で実際にそうやって、えー、自給自足を歌っているような、そういうところでも、実際にお昼ご飯は出てくるそのお野菜は、スーパーで買ってる野菜なんですよね。 はい、まあ別にそれでもいいとは思いますよ、ただね、少なくとも自給自足を標榜している口座であるのであればね、自分たちでそうやって里山に暮らしているわけですから、じゃがいもなり小松菜とか作ってね、それを出せばいいわけじゃないですか、はい、ですので、スーパーで買ってくるぐらいだったらということで、私はもう来、その翌月ぐらいから、その僕があのやっていた1年間はね、僕の野菜を使ってもらってました、はい、持ち込んでね。はい だからあの、何が言いたいのかというと、本当にね、日本ではそういう,こう、まあ、そういうものがまかり取ってしまうぐらい、そういう,こうレベルが低いということなんですよ、そういうものに関してね。で、実際に今言ったようにね、そういう能的な暮らしをしている人は、まあ、私も含めね、ある程度、えー、いるわけですけれども、そういう人が、その講座だとか、なんとかの中心にいないんですよね。 で都市からやってきた、まあそういうこうまあ意識高い系の人方々だと思うんですけど、そういう人たちが講座を、まあ、やるのはいいと思うんですけど、やっぱり実践は全くね、ね実際に、えー、田舎に暮らしてやってるわけじゃないので、えー、内容がどうしてもそういう薄っぺらいものになっていかざるを得ないわけですよね。うんで、机上の空論がまかり取ってしまうと。はい、本当にねだから僕は <laughs> あの その講座を受けて,受けて,受けてだから衝撃だったわけですね12ヶ月あの経った時にねもうやめようかなって、えー、思いましたけれどもまあそこは切り替えてね、はいまあ、あの教えたりそうやって、まあ、自分なりに楽しくやろうと思ってやったわけですけれどもあのそういう意味においてね あの僕は今回そうやってこの1年間の講座をねやろうと思っているわけですけれどもやっぱりね責任を持ってねあのちゃんとしたものをやっぱり教えたいと思うわけです。はい、で机上の空論のようなことではなくて実際的に具体的なことをお伝えしたいというふうに思ってますのであのそれに関してはねあの、えー、自信を持ってねあの僕のが20年培ったものをねあの 伝えてていいければなという,ふうに思っておりま,すまあもちろん野菜作りもそうですけれどもそういう脳的なね暮らしのようなものうんというものをねあの1ヶ月に1回そうやって配信していきますのでそういうものはねどういうふうにしたらいいかとかあの多分いろんなことをね僕は話すと思うんですけれども。 ね、日本の田舎で実際的にそういう脳的な暮らしをするしていくのがどういうことなのかということはねまあ正直申し上げてねあの経験がある人にしかわからない話ですので、あのー、そこら辺はね、あのー、嘘偽りのないものをね僕は伝えていきたいというふうに思います。そそれが一番おらくね 参考になるかというふうに思います今やねこうやって YouTube がこうやってあるわけですよねで僕なんかもよく見ますけど例えば現役のねメジャーリーガーであるダルビッシュさんとかねがねあのスライダーの投げ方とか言ってボールの握りをこうやって見せてくれるわけですよね ね、これって今例えばね甲子園を目指そうとしている高校球児だとか例えばね今社会人でなんとか来年、えー、プロ野球に入りたいと思ってるそういうねアマチュアの選手とかからすればもういくら払ってもねいいような貴重な情報ですよねだから YouTube はそういう意味では本当にあのこういう脳的な。 あの動画チャンネルいっぱいあると思うんですけど本当に宝の山だと思うんですよね。でちゃんとしたことをねやっぱりお伝ええー、ししてするその価値のあるものがものというのはいっぱいあるはずなんですよね。なのでねぜひあのね いろんな農業的なこういうチャンネルいっぱいあると思うんですけどもねその中でよくね探していただいてまあも,もちろんね私も見ていただければありがたいと思うんですけども細かいところからね大きなところまでねいろんな本当のことをねちゃんと伝えている。 ものをね見ていいただけければといううにに本当にまあ思うわけです中にはね正直ねあのー、僕から見るとねうんそれは間違ってますっていうようなことを堂々と配信してる人もおられますけど <laughs> まあそれはね人それぞれなのでいいんですけれどもねあのー、本当にねこう役に立つものっていうところをね僕はお伝えしたいというふうに本当に思ってますのでまあそういうことでございます。あのー そういう意味ではね、特に、うん、やっぱり日本は、あの特にあのこうそういう能的なプロジェクトで、なんかね、うまくいってるっていうのは、ほとんど聞いたことがないんですよね、僕もこの二十数年の間にねあの、ほんのちょっとだけ関わらせてもらったり、例えばこういうのはあのどうですかみたいなコンサルのようなものでね、話を聞いて、現地を見に行って、これは絶対にやめた方がいいですって言ったこともありますし。 そういういものでねね本本当当ににうまくいいっっててるものって本当に少なでですよ、ね、でやっぱりそれがいつも言うことですけどその脳的中心のプロジェクトに実際の農家がいないっていうのは大きいです。でそういうものでねうまくいった試しはほとんどないですね。はい、でやっぱりどうしたってねあの <laughs> 都市の人のその机上の空論から始めてしまうっていうね。はい、まあちょっと 余談になってしまうんですけどもちろん名前は出しませんがあの僕もこの二十数年の中でねそうやっていわゆる都市あのそのいわゆる企業のが農業にたくさん参入してくるっていう例はあるんですけどもねその中のいくつかねコンサルのようなものであの関わったことがありますであのほとんどがやっぱりダメなんですね。 はい、<laughs> であの例えば、もう絶対に無理ですよって何回言ったってやっぱりわからないんですよね、ですぐにあの例えば私がやってるようなああいう野菜セットがね、1、2年で組めると思ってるんですよ、組めるわけないじゃないですかって、何回言ったところでわからないんですよね。 不思議ですよね。何十億とかって売ってる企業で、企業のね、幹部の方々って頭優秀だと思うんですけど、ね、その人たちがじゃあ農業にやってきてね、自分たちは優秀だから農業すぐできると思ってるんだと思うんですけど、それはできないことはないですよ。ねでも例えばね、ね何でもいいですよ。あの実際にそうだったんですけど、全くの自然農でね、全くの自然農で種も自分たちで取って、ね。 で固定種でそれだけでサラダを作ってみたいというサラダセットを百姓さんのようなああいう固定種の種でサラダセットを作ってみたいってねああそうですかとそれを1年でやりたいとできるわけないじゃないですかねそんなことをね平気で言うんですよねえでそれはねこうやって今聞いていられるその 農家さんであればね、うんそんなことは逆立ちだってできるわけがないっていうことがお分かりだと思うんですけど、それがわからないんですよね、企業の人たちというのは。うーんまあ本当にね、そういうふうにこう明らかえってしまうような人たちっていうのがね、いっぱいいるわけでして、世の中にはね、まああので、そのノリでもってね、何か農的なことをやろうとしても、まあまあうまくいくわけはないんですよね。はい <coughs> まあ,あのそういう意味では農業というのはね本当にこうあの下からこう積み上げていってねそれで、えー、やっていくものですのでパッとね上からこうやってこう上から目線でバーってやってね何でもこうなんか日本の田舎は立ち遅れてるだろうかもちろん立ち遅れてますよあのでもうね東京の真ん中でやってるビジネスに比べればね本当にいつの時代かっていうようなことが今でも平気で行われてるのが日本の田舎ですけどだからといってねあの。 同じような感覚でね、あの、田舎に来て、農地を借りてどうのこうのっていうのは、そう簡単ではないんですね。まあまあ、ちょっと余談になっちゃって、あの、話がいろんなところ飛びましたけれども、まあそういうようなね、あの、僕は思いがあるので、自分がこうやってね、あの、やろうと思ってる講座は、まあ、あの、本当に、えー、私もね、月に1回、そうやって関東に行ってやらなきゃいけないので、大変ではあるんですけど、 魂込めてねやっぱりやっていこうと思ってますので僕のね二十数年やってきた実際にそうやって野菜作りやってきたそのノウハウねこうやって田舎で今新規就農5度目のチャレンジをね実際にやってきましたけれどもだからそういう面においてはね日本の田舎で。 えー、畑を借りて何かやっていくっていうことに関してはねまあこう言ってはあれですけど僕以上の経験がある人はそうはいないと思うんですねいろんな地域関東からこうやって今中部とかね、えー、いろんな地域やいろんなところに行って実際にね農地を借りるなり、えー、いろんなことの経験をしてきましたね。 あのー、そういったノウハウも含め、あそれはやめた方がいいですね、ね、えー、そういうやり方はうまくいかないです、そうするとうまくいきますよみたいなことはね、ある程度の、ね、ことはお伝えできると思いますので、はいということでございます、あのー、そうですね一日,1日頭、頭ばっか使ったんでね、<laughs> もうなんか疲れてきて、き、えー、昨日は体をしこたま使い。 今日は頭をね、しこたま使って、ね、なんだかよくわからない感じがあるんですけどもね、そんな感じでね、あの一生懸命あの今考えてね、えー、当日、なんとかね、えー、うまく説明ができるようにと思ってね、えー、やっておりますのでね、あの当,当日あの、ご参加いただければ、あの会場の方にに、ね、来ていただければ、私にお会いすることもできますし,お会し、お会いするって自分で言っちゃいけないね、あ私にも会い,会いますしね。 終わった後ね、ゆっくりあの何でも聞いていただければいいですし、あの撮影をね、1時間、ちゃんとその説明会をあの撮影しなきゃいけないので、その中には入り入らない、入れないと思いますが、終わってからね、あの少しは話す時間もあるかと思いますのでね、はいということでございます。まだまだ空き家ありますので、あのお申し込みいただければね、そんな感じで、あの魂込めてね、この講座は、あの、まあのま僕の集大成と言いますかね、あのまあ、 メインは家庭菜園でね、月に10万円稼いでいただくっていう、そこにフォーカスして、講座をやろうと思ってますので、あのぜひね、あの家庭菜園で将来的にその副業でねあの、えー、稼ぎたいとか、あとはやっぱりそれをベースにしてね、将来やっぱり農業やってみたいというようなところにまでね、結びつけられるように、まあ、こうやって講座を受けられた方がね、本当に将来、プロの農家に、えー、となってみたいっていうような人であればね、 僕としてもやっぱ嬉しいですしそういう人だからこそねやっぱりこう伝えていきたいなとうう思ってますのでまあまあもちろんね家庭菜園で普通にあの野菜を作ってね、えー、食べてみたいっていうだけでもいいんですけれどもはいということでございましたいろいろ喋りましたけども今一生懸命要は、えー、内いチ絞って一生懸命考えてますんで<笑><笑><笑>以上ですはいそれではまた